家に帰ったらママがこの子を洗ってました。この貴重なシーンを録画もせずに洗おうとしておりました。実は年末に予約が取れなくて、モフモフのなんかね、モップみたいな状態の2人でしたけど、そのくんかわいいね。そうやったらね、シャンプーしてもらってんの、流しにちょうど入るちっちゃいの。君もちゅうちゃんちっちゃすぎて流れちゃってきたんだ。大丈夫かな。へーね、かわいいじゃない。ちょっと顔見せてごらん。かわいいじゃない。そのくん顔だかなんだかわからないみたいになってたのにな。かわいいな。どのくん目も取ってもらったの。わーおー、なんてことするんだ君は。わお、ふう、あんまりゆうちゃんの肩が映ったらまたあれだ。ママは明日誕生日なのに、誕生日前に犬の世話をしております。なんて偉いんでしょう。キレキレになったの。トノ君かわいいね。トノ君がこんなかわいいとはパパ知らなかったぞ。ぐちゃぐちゃの髪の毛してるワンちゃんだと思ってたぞ。かわいいね。なんとママトリミングをしております。今あのさすがに映っておりませんが、汚いのが顔についてるところは全部切ることによって直しております。溶かして取ろうという発想はなく、汚いところはもう毛ごと切ってしまいましたままです。強引すぎます。トノ君またそういうことにしております。髪の毛が邪魔になって、まだ汚いよこっち。目のとこまだ全然取れてないよ。可愛くなったからあくびをしたんだね。どうですかこの即興の歌。作詞作曲したよ。トノちゃんは可愛くなったからで、全員のコンショーみたいな動画作って、ね。